塩見沙耶香のサンセットロング。まもなくレッドゼッパゲンの来日も迫ってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターの塩見沙耶香です。今からですね、約35年前の9月25日にレッドゼッペリンのドラマ、ジョン・ボーナムが不慮の事故でこの世を去ったわけなんですけれどもね、そういった追悼の意味も込めて今回、この時期に来日すると思いますので、ぜひ皆さんライブの方に足を運んでください。というわけで今回も前回の続きでギタリストジミー桜井さんのインタビューをお届けいたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。はい、じゃあ引き続きですね、ジミー桜井さんにお話を伺いますけど、何年ぐらい日本ではミスタージミーとして実際活動されてました？ですね、94年からミスタージミーっていうバンドで、まあ、スタートしたわけですけどね、ちょうどね2014年までなんで20年。おお、すごい。衣装とかはあれ、すごい凝ってますよ。どうされたんですか？当然ね、よくこれ聞かれる質問で、どこで買ったんですかとかね、よく聞かれるんですけど、売ってるものはやっぱないんで、作ってもらうっていう感じですね。デザインはご自身で？まあ、結局例えば依頼をするときに、写真資料を持って、はいはい、ある時はビデオを持って、はいはい、これと同じみたいな、はい、これなんだと、で分かりにくいやつは自分でこう書いて、こここうなってるんだよみたいな。で、ジミーページは切ったの全く同じようなものがメインですか？もちろんですね、自分で創作的にデザインするってことはなかったです、うんうんうん、ただね、やっぱりどんなに正確に撮ったつもりでも目の前でやっぱり見るわけじゃないんで、なんとなくなんとなくになっちゃうんですね。でも元祖コスプレですよね。そうコスプレ、すごい元祖コスプレっていうか、まあ、僕よりも元祖いるだろうけれども、いやでもすごい、そこまでするのはすごいです。まあコスプレですね。すごい。これね、僕の考え方はこれやっぱ舞台衣装だと思っていて、例えばオペラでも何でもね、演じるときに役者さんやっぱこうコスチュームまとって、うんうんうん、気が降りてくるわけですよ、うんうん、だからそのためのもんですね、うんうん、僕もあの衣装をやっぱまとわないとジミーページが降りてこないんですよ。すごい重要な、もうなくてはならないものですね。そこでね、例えばソックスの色間違ったりするとすごいナーバスになるんですよ。ああ違うソックスまで今度すごいですね。見えないじゃない、この日は黒だよとかさ思っちゃう。すっごいナーバス。すごいな。何着ぐらいツアーとか持ち歩いてますか？ゼッパゲンのツアーは、基本的にテーマが決まって、まあはい、出かける前に決まるんで、だから、まあ、そのテーマに合わせた衣装を持ってくるんですけど、まあ、大体平均、まあ、2着ぐらいかな。洗濯どうするんですか？洗濯はまあ帰ってきて、あ、でもずっと衣装はそのまま、うん、行った先ではもうホテルで帰ったらもう即乾かす、うんうん、幸いっていうか、なんていうか、まあ、あんまり衛生的じゃないんですけどね、僕あんまり汗が臭わない人で、正直なんですね、3ヶ月とかね洗わなくても全然匂わないんですよ。本当にすごいいいですね、うん、本当に信じられないぐらい。で、まあ、だからそのだろうな、まあ、よほど、うん、匂わないんですけど、最後まで匂わないんですけどちょっとこれでももうこれ半年ぐらい多分洗ってないぞ、ファブリーズみたいな、そういう時はやっぱこう、うんうん、クリーニング出したりとかしてますからね、うん、なるほどね。自分で洗えるものも手洗い。おお、すごい。やってますよ。確かに私が一番最初ジミーさんにお会いしたナムショーだったと思うんですけれども、もう1990年ですよ。そうもっと前、もっと前に会ってんのよ。いや、私そのないですよ。本当に会ってる、うん、どこでナムショー会ってるよ。私ナムショー行きだしたら2005年ぐらいかもしれない。本当、それ違う人ですって言った。違う、最初に行ったのが2005年か4年か、その辺ですよ。本当、うん、
でそれから何回かあったもんね。で、なんか一回ね、いや、なんかハウスオブルースで出るんで、ゲストに出るんで、よかったら来てくださいって言われたんですけど、その時何のやつなのかよく分からず、あ、そうかで、後から、うん、あ、レッドゼッペゲンにゲストに出たんだってことを知ったんですね。で、まあ、その頃からなのか、その前なのか存じてないんですけど、いつ頃からレッドゼッペゲンと関わるようになって、そのきっかけとか、そういうのも普通の日本人だったらそんな知り合うきっかけもないし、どうしたんですかっていう。ああ、そうですね。それもまたややこしい話なんだけど、新興ミュージックっていうとこからね、2000年の前後だったと思うんですけど、ジミー・ページのその特集号が出たんですよ。でそこでね、主に双方本、双方解析本で僕読んでもらって、その全面的なあの監修僕したんですね。でそれがね、 DVD 付きだった。で僕がプレイしてるその手元から映ってるやつっていうか、もう顔は映さなかったし、あえて顔は撮らないでねって。で衣装を着てこう、かっこいいです。それがね、なんと当時、アメリカタワーレコードかなんかで売られたらしくて、あ、2000年だったよね、タワーレコーダー。まだあったでしょ。本当にお出かけです。で、ゼッパゲンのメンバーはそれ持ってたんですよ。前のメンバーはそれで練習したっていう。へぇー、こう、日本人ですごいやつがいるぞ。でも誰か分かんないと。でも衣装、これジミー・ペイジの衣装だよなって、っていうことはこれは本人が弾いてんのかとかね、散々物議を醸したらしいけど、実は僕それが狙いあったんで、顔をあの時映さなかったんだけど、全くその通りになったっていうのもあって、でもやっぱ話題になって、で、まあ、日本語は読めないんだけども、その DVD でだとか、タブラキは読めるって言うんです。彼らそれで練習して、結構アメリカで活動してるトリビュートバンドのギタリストはその本結構持ってる、マストアイテムみたいで、もう見れば分かるんですよ。あ、これ僕の本見て弾けるようになった。先生じゃないですか、すごい。誰もマスターって言わないけどね。すごいすごい。呼んでくれないけど、でもあのそうだと思うね。でそれで彼ら僕のこと知ってて、え、でどうやって見つけられたの？あのね、やっぱり問い合わせがあった、うん、あのね、何年だろうな、ラウドパークでゼッパゲン来たんですよ。あ、そうなんだ。うん、忘れちゃったけど何年前か。でその日がね、彼らラウドパークの演奏は日中のショー で、はい、で同じ日にミスタージミーが渋谷のデュオでライブだったんですよ。で僕らライブ始まって途中で楽屋引っ込んだ時に、ドラムソロかなんかで楽屋引っ込んだんだったかな。とにかく楽屋にいる時に、あ、違う、本番直前だ、ゼッパゲンのメンバーが今日来たいって言ってんだけど、呼んであげてもいいかって言われて、でも嗅ぎつけてたわけですね。そうそうそう、今日ミスタージミーやるっつって、だから自分らの本番終わったんで見に行きたい、すごいです、来たんですよ。で昨日来たのはギタリストとベーシスト、で僕らのショーを見て、せっかく来たんだからじゃあ、ジャムりましょう、うん、ジャムりましょうっていうか、翌日のね、日曜日だったんだけど、翌日に彼ら渋谷クワトロで単独公演決まってて、ラウドパークの翌日、でその宣伝していきなよっていうんで、通訳さんが一緒に行ってたんだ、で宣伝させて、で、まあ、友達になったわけです、で僕もその翌日のショーは実は招待されてて行くことになってたのね。でメンバーがよかったら遊び来いよって、ああ行く行く、で僕ジャック・ダニエルシャレで1本持って楽屋に行って、で大体ほらグリーンルームって始まる前に行くじゃないですか、始まる前にだから顔出して、で、まあ、今日はありがとうねみたいな、昨日来てくれてありがとうねみたいな、そしたらその時に初めて会ったのがそのシンガーのスマンっていうボーカルです。いや彼がよかったら今日ジャムろうよって、一曲やろうよって、俺何も持ってきてないよ、ギターもないし、今スティーブの、スティーブって前のギターでスティーブがギターあるからそれを弾けばいい、じゃあ何やるで、グッドタイムズバッドタイムズでどうか、あ、オッケーオッケー、
でアウトロエンディングはどうするの、うんうん、これはオーディオアリーナバージョンでみたいな、うんうんうん、それで話通じちゃうのね。あ、僕ほら英語できないんだけど、すごいすごいですね。それだけでできちゃうの、うんうん、オーディオアリーナバージョンって言ったらオッケーオッケー。それでね、ショーの終盤だったけど僕呼ばれて、で初めてそれが絶版音を出した、はい、っていう時にそのシンガー、まあ、スワンっていうのがバンドのリーダーなんです、まあ、彼が僕を横目で見てね、なんて似てるやつだと、うん、見かけも似てね、音もそっくりで、俺はもうこいつとやるしかないってその時にも決めたらしいんだけど。それは何年ですか？だからね、それは2008年かな、うんうんうん、8年かな、9年かなって感じですね、うんうん、それでまたナムショーで行った時にゲストで出られる。そうそうそう、その次の年にナム行った時に、そうゲストで、うん、って呼ばれて、でもそこで話はすんなり進んだんですか？あのね、これまたややこしいんだけど、はい、その当時、日本でお世話になってた音楽プロデューサーの方がいてね、その方がロス在住のまた音楽プロデューサーが日本人の、はい、でこの方とやり取りをしていて、はい、ジミー桜井をアメリカで売りたいって言ってました。で、じゃあアメリカでバンド組みましょう、うん、ちょうど私の知り合いでフランキー・バナリーっていうのがいる。あ、はいはい、ドラマの、はいはいはい、ちょっと紹介しましょう、はいはい、フランキーに話したら、あ、ジミー桜井知ってるよと、うん、レッド・ゼッペリンの時の、うん、ミスター・ジミーだろうとか、ぜひ一緒にやりたいということをおっしゃっていただいて、うん、でフランキーとあのボンゼップっていうバンドを組むことになった。ボンゼップっていうバンドで、これはゼッペリンに感化されたメンバーで、はい、ゼッペリンに似たオリジナルを書こうっていうコンセプトだったね。でフランキーとドラマーとギター、じゃあシンガーとベースどうしようか、誰かいい人いますか、うん、で僕が、あ、この間ついこの間知り合いになったゼッパゲンのね、うんうん、あのシンガーとベースはすごいいいよと、うん、でそのロスのプロデューサー、はい、まあ、後にマネージャーになったんだけど、彼がオファーとして OK ってなったので、これでこの4人でボンゼッパ、ゼッパゲンの半分のメンバー、はいはい、でところがあのそのマネージメントサイドとやっぱりフランキーさんがうまくいかなくなっちゃったっていうかね、まあ、フランキー離れに、まあ、時を同じくしてクワイエット・ライオットの再結成、うん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 、ツアーの話もあってすごい忙しくなっちゃった、うんうん、でフランキーがね急遽脱退になっちゃったの、ね、でその時はジャパンツアーが決まっていて、あ、それ2011年の話、はいはいはい、そうだね。でね、ポスターまでできてんの、どうしようってなって、でフランキー・バナリーってやっぱりビッグネームだね。まあそうですね、俺に代わるメンバーを探すには、でちょうどまたねその年にあのナムでクリス・レイの僕、あ、はいはい、友達になっちゃって、はい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 、でじゃあクリス・レドって名前を僕出したら、はい、そのマネージャーがね、よしじゃあオファー取ってみようって、はい、で連絡先も知ってたから、はいはい、でしてくれたら、うん、覚えてるってやって、ジミーさんから覚えてる、もう面白そうだから俺やるって、うんうんうん、で4人で、それでボンゼット、うん、この4人で来日したんですよ。へー、それが2012年、はいはい、今はそのボンゼットはどうなってるんですか？で、まあ、これはもう自然消滅しちゃった。まあ、いろんな問題事件もあったんだけどね、事件は、まあ、ほら東北の、宮城沖の地震、あ、震災、あれはねツアー終わってメンバーを送り出した翌日にあの震災だったの。だから、まあ、ツアー中でいなくてよかったっていうのはあるんだけども、もうそれでねそのツアーすごい楽しかったんだけど、全部で4会場かな、4公演やったんだけど、余韻に全く浸れなかったんですよ。まあそうでしょうね、うんうん、それどこじゃない、それどこじゃなくて、しばらくそれどこじゃなかったじゃん、うん、日本が、うん、だから あんまり記憶にない不思議なことに、本当に楽しかった思い出すらもなんかあんま出てこないんだけど、でそれでねやっぱこう僕もなんかこうやる気が起こんなくなっちゃって、
で、あと同時にゼッパゲンの中にも、はい、あの問題が起こっちゃって、はい、でジミー・桜井とバンドのリーダーとジム・ウートンっていうベーシストがボンゼップなるバンドでゼッペリンのトリビュートバンドやってるってなっちゃったわけ。それがそのゼッパゲンのギタリストがものすごいやっぱ怒っちゃってマッドになっちゃって、うん、まあ、嫉妬しますよね。でバンドの中でもう傍若無人ぶりを発揮するわけですよ。もう言いたいこと言ってでツアーの機材車の中でもあの移動の車の中でももうみんな黙っちゃって何にも話せないっていうのがもう約1年で、困ったメンバーがそのスワンがね、まあ連絡してきて、お前ロスに来れないかって言って、いやもう俺たちはもうあいつのやるのはうんざりだと、お前が来てくれたら全て解決する、バンドはもっといい方向に、って言われてね、あの、まあ、ロスでももちろんそのフランキー離れと一緒にゲストでやらせてもらったっていうのがあったし、もちろんボンゼップも楽しかったって思いももちろんあるし、で僕がいた楽器業界もだんだんこうだんだん楽器が売れなくなってきちゃって厳しい状況、あとはミスタージミーの活動に対してもやっぱ日本で閉塞感、これ以上上がないっていうか、行き詰まりも感じてたし、あと何よりもメンバーのやっぱモチベーションが20年もやるとね、そうですね、そうですね、他のメンバーみんなサラリーマン化しちゃって、やっぱそういうもんなんですね、モチベーションがやっぱだんだん、最初は面白いから次のバージョン次のバージョン、覚えてってやるんだけど、あれなんか日本独特ですよね、なんかよくわかんないけど、なんか紹介時代的な感じになっちゃう、毎月毎月、それでもお客さん喜んで見てくれてたから、僕は本当にありがたい、ありがたいと思ってましたけど、まあ、そんな理由でね、まあ、ミスタージミーもちょっと、どんどん自分の気持ちも離れてきたし、で渡米を決めて、それが2013年、13年。その決めるまでにいろいろ考えませんでした。もちろん考えててね。ご家族とか反対とかなかったんですか。まあ、幸い子供がいないのでうちは猫2匹なんですよ。はい、で、まあ、奥さんなんかも。まあ、僕ずっと見てるわけですよね、20年。まあそうですね、まあ、ミスタージミー結成前に結婚してましたから、もうそういう意味では20年以上僕のやりたいことと、あとそれができない現状であるとかね、いろいろなところを見て、で、まあ、あんた今ここで行かないでね、どうすんのと、このまま年取っていくわけっていう、このまま好きなことをやれなくなるまでこの日本でやり続けていくのがあなたの希望なのかということを散々言われて、だからまあうちの奥さんが背中を押してくれたような、すごい理解者です、ご両親とか親戚の人とか分かんないですけど、うちはね、まあ、その当時は親父もいなかったんで、僕は田舎は新潟なんですけど、プロ一人で今住んでますけどね、まあね、あの反対してもしょうがないっていう、みんないいですねなんか日本人、普通の日本人って、いやそんな年齢で行ってどうするんだとか言われる、うちの親なんてまさに今何言いますからね、何に夢をまた生きてるんだみたいな、すごい理解者ですね。僕は本当に周りに助けられて今がある、今でもそうですけど、本当にそれは、だからこうやってインタビュー取っていただくのもそうだし、いやいやいや、あと上司の方とかね、前の職場の社長をね、ボスにも本当にお世話になったし、前の職場もそうですよ、24年働きました。あ、すごい。みんながもう行けと、やっぱり反対というよりも心配されましたね、本当にやっていけるのかと、トリビュートバンドなんかでアメリカで食っていけるのかっていうようなことをやっぱ散々言われましたね、心配されました。でそれはやっぱり日本にそういう土壌がないから、前例もないし、ジミーさん自体はそのじゃ決めようっていう時に自信ありました、あの、ね、絶対大丈夫、それが一番問題だったのね、やっぱりね、で自信つけたっていうかね、2012年にジミー・ページの方がそのミスタージミーのショーを見に来てくれた、はいはいはい、
東京にね、はい、で、その時にやっぱり本人が僕が一番気になってたのはね、その世の中には自分のそのトリビュートされて、日本人的に言うならばあのモノマネされて、心よく思う人と思わない人いるわけじゃないですか、うんうんうん、訴えちゃった人もいるじゃないですか、自分のトリビュートされて、ありましたね、ね、誰とは言わないけど、ね、誰とは言わないけど、あのだからしかもここまで緻密なことやっててね、本人のソックスの色までなんか気にしてる、そんな本人には言わないんですかってっていう活動をされることに本人がどう思うのかっていうのもあって、だから本当は会うまで僕会ってそれを僕聞いたんだけど、それを聞くまでやっぱ心配だったんですよね。あ、もうストレートに、うん、次の日かな、はい、ジミー・ページがライブを見に来てくれた日、ショーが終わって、ライブが終わった後も30分ぐらいお話ができたんだけれども、その翌日に、レセプションがあって、はい、その時もその招待されて、はいはい、でその時はもうちょっとゆっくり話ができて、はい、でその時に聞いたんですよ、はい、うん、このままトリビュートやっていいのかっていう、うんうん、やっていいですかと、うん、でそこでもうもうもちろんって言ってもらえたので、あとはあのお前どうやってあの音取ったって本人が言うわけですよ。逆にね、向こうの方が感心されたんですよね。あの音数の多い曲どうやって音取ったとかね、あとはあの若い頃の、うん、自分をこう思い出したとかね。あ、それはなんか読みました、何どっかの記事で、うん、あの時確かにそうやってたと、うん、でそれを客観的に見たの本人が初めてのことなわけですよ、誰も今までやったことないですからね、それを客観的に見て思ったらしくて、だそういう話とか聞いてるうちにだんだんやっぱこう一つの、あ、これは自信を持っていいんだなっていうのと、嬉しかったんじゃないんですか逆に、うん、あのありがとうって何度も言われた、ああ、なんか後継者じゃないけど、まあそういう風に思ってもらえたらもっとね、でも次の世代にやっぱその伝えていかなきゃいけないわけじゃないですか、そう、僕はそこまでなんて言うんだろう、偉そうなことは僕は考えてはいないんだけど、いやいやいや、でもクラシックと一緒だと思っててね、レッド・ゼッペリンっていう音楽はやっぱりレッド・ゼッペリンのカバーではなくて、自己流のカバーではなくて、本当にこの方法があってね、こういう風に聞かせられるっていう方法が、まあ、細かい方法がたくさんあるんだけども、それを思って再現をして初めてあの音になってる、はいはい、っていうことでね、そういう意味では他のバンドは割とテクニックさえあれば簡単にあの感じって出せたりするバンド音楽多いと思うんだけど、ゼッペリンはなかなかそうもいかなくて、もちろんゼッペリンだけじゃないけれども特にゼッペリンはそういうこともあるから、そういう意味では本当にこと細かに音を取ってこだわって再現していくことが、やっぱこれは本当の意味でのトリビュートになるし、まあ、やっぱりまたその次の世代はそれをやりたいと思って、うん、ジミーさんみたいにまたそれを一生懸命練習して、それこそその DVD 見ながらでも、うん、すごく大事なことだと思うんですよね。すごく大事なことだしね、うん、そうやって延々と連綿とこう続けてって、うん、っていうか続いて受けられるべき音楽だと思うし、こんなにギター弾いてて楽しい音楽もそうそうないと思う、うん、だからそういう意味ではね、ギターを弾くこと、音楽を聴くこと、ライブを楽しむこと、全てにわたってやっぱこのレッド・ゼッペリンという音楽が続けられるためにもね、本人、まあ、僕がそれ今のところ僕がそれをやらせてもらってるという自負を持ってるから、はいはいはい、やっぱ本人の了解を得るということが結構大事だったんですよ。あとは自分がやっていけるかどうかっていう自信、最大の自信のもとになったのはそれが2012年、はい、でその直ジミー・ペイジに会った、翌日、まあ、その彼とも、まあ、2日目も会えたんだけども、はい、その夜僕渡米したんですよ。渡米してゼッパゲンのツアーに参加したんですよ、はい、1週間だった、はいはいはい、その時に、ラスベガスでもやったし、はい、ラミラダシアタとオレンジカウンティーかな、はいはい、そこであれそれ来てくれたでしょ、はいはい、行きましょう行きましょう、あれもそうだったの、あれがそうだ、そう
あれはジミーペイジに来てくれた翌々日ぐらいの仕事。降りてましたもん、うん、だからねやっぱり自信になったからね。であの時の経験がやっぱりものすごいお客さんあったかったでしょ、うんうん、あれがやっぱものすごく大きかったし、で翌年2013年また同じ話が来たわけ。お前8月来ないかって1ヶ月来ないかってちょっといろいろ入ってるショーが、ちょっとあの時点では住んでなかったんですね。なんかもう住んでるイメージが勝手についてたんですけど、で2013年も再びまた渡米して、うん、今度は1ヶ月のお休み、うん、有給休暇を取りまくって1ヶ月のお休みで、行ったわけですよ、はい、でそれで1ヶ月国に回ってこれでやっていけるわっていうか、うんうん、で帰ってから日本帰ってからその、まあ、元ボスのとこへ行って、はいはいはい、頭下げて、はい、うん、で、まあ、会社を辞めるというかね、いう相談をして。なるほどね。 すごいそのジミーペイジさんに会われた時他にはどういう、 もう緊張の塊じゃなかったんですか。いや舞い上がっちゃってね、本人が現れた時はもう舞い上がっちゃって。他にどんな話されたんですか。他にね、多分もうずっと僕にいろんなことを話してくれてたんだけど、何製法が分かんないでしょ。でも通訳さんいたんですよね。初日はね、通訳さんいなかったんですよ。初日ショー、ライブの後、うん、で翌日は通訳さんいらっしゃって、あの時はね、だから何だったっけな、とにかく昨夜のショーでだから初心に立ち返らせてくれたとかね、自分を、うん、逆に影響を与えちゃったんですね。英語でもインプレッシブとかなんかそんなようなこと言ってたと思うんだけど、うんうんうん、でデイズなんてコンフューズドとかね、なんか言って、あの曲のいろんなシーケンスどうやって音取ったとか、どうやって覚えたんだって、僕はただあなたの音を聞いて写真を見てポジションの確認しただけなんですよって言ったら、あの人今お酒飲まない、グラスをこう置いてバーってハグしてくれて、そこまでやってくれたのかっていうのは多分誰にもできないと思ってたんでしょうね。やっぱりトリビュートバンド絶版ゲームも見に行ってるんですよ、はい、あの人、はいはい、で他にも見に行ってるかって言ったら、多分他は多分ね、まあよほどの評判がない限りは行かなかったみたいで、だからあの時も僕らの時もミスタージミの時も、有働さんが、あ、はいはい、ミスタージミ、はい、まあ、よく来てくださっててね、はい、でいつかジミに見せたいって前からおっしゃってくださってたんだけど、そんなようなことで有働さんからの前振りがあったみたいで、これは後で聞いたんだけど、見に行く前にだから、あ、違う違う、空港に有働さん迎えに行った時僕に電話くださって、今ジミーといるんだけど、今晩のミスタージミーのライブどうするって言ったら、行きたいって言ってるよってなって、で緊張しました。じゃあライブ、もうだからその一報を受けた時はどうしようっていう、仕事中だったんですけど、仕事はもう完全にそうですよね。でもであらゆる年代の再現をやるっていうことをジミーに伝えたらしいんです、言ったらしいんです、うんうんうん、そしたら自分が良かった頃の年代のね、ショーをやってくんないかなって言ったんだそうですよ、うんうん、リクエストもあったんですね。そう、自分が良かった頃のって、つまり僕は73年の彼の演奏がトップだと思うので、はいはい、やっぱり そこをやった方がいいのかなってことで、何年をやるんだろうって本人が興味を示したと、できればその良かった頃やってくんないかなって、うん、ジミーがそう言ってるよって言うわけですよ。でリクエスト通りに、じゃあその良かった頃、つまり73年が僕はトップだと思う。もちろん71も良かったし、うんうん、72年もいい時もあったしね、全ていいんだけど、まあ、やらせてもらって、さすがにそこで一緒にセッションしましょうになんなかったですか。だからね、それもちょっと有働さんに聞いたので、うん、そういう場面もありえますかね、うん、いややらないと思うよって有働さんその時言ってた。あ、でもね、実はこれ後ろから撮ったビデオが2バージョンあって、はい、そのジミーペイジが僕らのステージを見てるて、はいはいはい、
それは後で見るとね、はい、もうずっと乗ってるわけですよ、はい、手がね、はい、手がもうギター弾いちゃってるわけね、テーブルの上にこうそわそわしだして、ね、あやりたいっていう感じ。え、無理やり呼び込もうとは思わなかった。そういう余裕がなかったんですね。け結構なんか意外とね、ああいう人たちで無理やり呼び込むとえって言いながらも来ちゃうじゃん。そう、それでそこにいるオーディエンスがあーって言えば、ね、そう嫌とは言えないよ。嫌とは言えない、うんうん、だからね、ステージが本当狭いステージだったっていうのもあって、まあ、そこでも関係ないと思います。昔そういうところでやってたわけだし、うんうん、そうそうそう、今思えばね、うん、だからね、呼んだら絶対僕上がったと思う、うんうんうん、なんか次回そういうチャンスがあった。これね、会場にあの日ね、箱に入ってきて、あのうちの奥さんがエスコートしてね、はい、でそのジミーペイジ用にその撮ってた席があるんですけど、うんうん、そこに連れて行こうとしたら、もう それより先にまずステージでまず僕のところにまっすぐ歩いてきて、頭ふかふかと下げてね、すごいですね、握手を手出してニコッとしてね、いい人ですね、すごくいい人、うん、で僕その時に59年のレスポールを下げてたわけ、はいはい、でそれをもう見て刺してあーってあーってもう嬉しいんですね、もう見てね、すぐ分かったみたい、うん、あ、これ59年だよ、うんうん、すごいな。いかがでしたでしょうか。ジミー桜井さんのお話まだまだあるんですけれども、この続きは来週以降の放送でお届けしたいと思います。どうぞ皆さん、次回の放送もお楽しみにしていてください。ナビゲーターは塩見沙耶香がお届けしました。チャオ。